はいどうも、速さんのヨノです。1月度利益ランキングの時間でーす。よーし。はい。というわけで、ご覧の通り、浜口さんがたまたま隣にいたんで、読んで来てくれて、今回はゲストでコメントをいっぱいいただけるというところで、今回も上位15位以上をランキングで発表していきたいと思います。というわけで、第15位。柴田さんです。お柴田さんが YouTube の運営代行をやってらっしゃる認定パートナーになりますというところで、前回と変動なしですね。どうですか柴田さん。柴田さん僕、はい、一緒に仕事してるんですけど、何案件か一緒に YouTube のめちゃくちゃ仕事丁寧なんで、柴田さんに一旦任せておけば安心っていうのは僕一緒に仕事しててもすごい感じれます。それはめっちゃ聞きますね。一回仕事したら虜になっちゃうという柴田さんでした、はい、続きまして第14位古澤さんです。古澤さんがウェブ戦略の策定から実行支援のところにまるっと対応できる認定パートナーになりますというところで、古澤さんもねもともとチームメンバーでしたから僕ら長いですけど、はい、どういう印象ですか。古澤さんはとにかく頭がいいまあそうだよね。広告がメインなんですけど基本やっぱ全部詳しいんで、古澤さんに集客のところ任せておいたら安心っていう感覚は僕もあります。お前は本当に傷つかないポジションですね。はい、すごいいいところにフォーカスしてコメントしていこうかなと思うんで、いいところしか見えない男、はい、これ全パートナー見ますからねコメントには非常に気をつけないといけない続きまして第13位杉野さんです。杉野さんが外部のですね COO だったりとか CMO だったりとかを代行しているという認定パートナーになりますと。杉野さんはどうですか。鉄人杉野さんですね任せるんだったら俺が全部やるみたいな印象ですね。まあ言ってましたね、はい、総合マーケティングカンファレンスっていうやつを一緒にね出させてもらって名言が生まれたりしたんですよね。鉄人っぽいコメントがね取れましたというところで鉄人で大丈夫。ちょっとネジが外れてる鉄人ですよねあんな人がいたら心強いですよね。経験豊かでかつ馬力もあるっていうスタイルですね。じゃあ続きまして12位浜口さんです。イエイ。浜口さんはウェブ戦略の策定から実行支援ができるゼネラリストの認定パートナーなんですけども、はい、浜口さんについてどう思いますか。そうですね、拍手したんですけど12位はちょっと微妙ですね結構数字頑張ってて全然いい数字なんですけどね、はい、いやよくないでしょ。すいませんだって前回のランキングで株元からカツを入れられたはずでね。とはいえ前回からで言うと県外の16位から4位上がって今回12位ですね、はい、まだまだいけるよ。壁が厚くなってるの感じますね。まあでもリアルな話で言うと9位以下が割と団子なんで全然いけますね。1位を狙うってどっかの動画で言ってたと思うんで、あれはちょっとアーカイブしていただいてまあ1位の数字見えてますからね、はい、リアルな話どのぐらいまで行きたいなって感じですか。でもこの団子は抜けたいですよね。ここのラインまでは行きたいですね、うんうん、6位とかですね、はい、一旦行ってから次をまた宣言するって感じで、はい、行きましょうか。浜口さん最近どういう案件多いですか。せっかくゲストなんで聞きたいですけど。最近はもう2つパターンあって、はい、1個はもう社長の右腕的な感じで補佐として入って一緒にウェブサークバーッと任せていくっていうパターンと、もう一個は直近 SEO とかお願いしますとか YouTube お願いしますっていう、まあ全体見れるからこそそれを活かしてこの施策やってくださいねって施策ピンポイントで予算任せていただくみたいな機会が増えてきたんで、うん、なるほどなるほど。イメージとしては一旦誰に頼んだらいいか分かれへんとか、はい、複数にわたって施策を検討して例えば SEO と YouTube どっちにしよっかなって迷いがある場合は一旦浜口さん一択っていう考え方でいいんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ続きまして11位川口さんです。クリニック集客のプロというところでね、はい、川口さんもね結構仕事して始めて長いですけどどうですか、はい、川口さんはやっぱすごい細かいっすよね、うん、プロジェクト数多分すごい数持ってると思うんですけど一個一個隅々まで見てるんで、うんうん、定例の報告が1分でも遅れたらちゃんと時間通り守ってくださいっていうのを各案件にやってるのを見てて、うんうん、凄まじいなと思ってますね。今案件数でいうと1位じゃないですか。だと思います、はい、それなのにそれこそ僕品質部門のプロジェクトでも絡んでるわけじゃないですか、はい、品質部門のやつもきめ細やかに管理監督されてて僕もすごいなと思って見てますね。やっぱ品質にすごいこだわってるんで、うん、ちょっとした内部の気の緩みみたいなのも、うん、それが一個緩くなると全部崩れるからっていうので、うん、きちっと運用されてるっていうのが一緒にお仕事させていただいて、うんうんうん、すごい僕も勉強になってますね。じゃあそんな川口さんでしたと、はい、続きまして10位上本さんです。おー、はい、上本さんが YouTube 運営代行のプロというところで実は横にいたりするんですけどどう思いますか。めちゃくちゃコメントしづらいですね上本さんは YouTube メインだと思うんですけど、はい、ご自身演者やられてるじゃないですか。なんでそもそも MC 力っていうか、うんうん、ご自身がある中でクライアントさんにこういう風に話した方がいいよみたいな、僕一緒に仕事はあんまり直接はやってないんで、うんうんうん、想像ですけどおそらく YouTube で大事な演者としてこうあるべきこういう風に表現したりとか動画の見せ方考えた方がいいよみたいなところまでコンサルテーションされてるのかなと思っていて、うんうん
て、それが如実にチャンネルの伸びたりとか成果につながってるんじゃないかなっていう印象を持ってます。俺も代表交代してもうだいぶ前やけど、1年半前ぐらいに交代してから密に撮るようになって、走り力団地よね。めちゃくちゃ思います。僕年収チャンネルで上本さんが出てる企業説明会めっちゃ好きです。分かりやすいし面白いんで、整理力がねずば抜けてますよね。整理するってことはプロジェクトも円滑に進みやすくなる、事故が起きにくくなるみたいな意義があると思ってて、そういう意味で安心できるって感じですかね。ゲストを迎えると総集編みたいになっちゃいます ね毎回というわけで9位ですね、井上さんです。はい、広告運用代行のプロというところで、井上さんどうですか、先輩じゃないですか。そうですね、古巣の大先輩なんで、はいはい、僕からしたらもう雲の上の先輩方の領域なんで。でもさっき雲の上やけど抜くって言ってたけど、まあそうですね目標は高く。井上さんもね多忙を極めててあんまり動画とか出てなかったんですけど、ストックさんで新しく広告運用の道場みたいなのを立ち上げることになったんですけど、それのプロジェクトに参画してたりとか、動画もどんどんこれからまた改めて出ていきたいっていうところで、露出、はい、機会増えると思うんで強敵になると思われます。じゃあ続きまして8位、トリアさんです。トリアさんは YouTube 運営代行のプロというところで、どうですかトリアさん。トリアはやっぱり YouTube の黎明期からずっと編集者ディレクターって叩き上げで上がってきてるんで、うん、そもそも見てる本数が市場でも桁違いに多いんじゃないかなっていうのが強いですよね。何聞いてもこういうのありますよとか、今こんな流行ってますよみたいなのが事例とセットで出てきたりするんで、うんうん、その領域だけに特化して何年もやってるのがやっぱ強みかなと思いますね。うん、トリアさんも結構一緒に仕事することあるんですよね。はい、これが一緒に仕事してる人の意見なんで、いつも僕ばっかりだとね偏った意見になると思うんで、結構参考になるんじゃないですかみたいなところですかね。はい、じゃあ続きまして神セブンに入ってきました。7位、飯田さんです。飯田さんも YouTube 運営代行のプロというところで、飯田さんすごい2位伸ばしてますね、うん、前回から。どうですか飯田さんは。飯田さんは僕そんなに仕事では直接接点ないんですけど、うん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 、飯田さんが代表して伸ばしてるプロジェクトみたいな僕も知ってはいるので、そういう感じで飯田さんっていうとこれみたいな形で伸ばしてる代表プロジェクトみたいな、他のパートナーもパッと頭に浮かぶような形の成果出せてるのはすごいなっていうのを思いますね。確かにそうですよね。僕の持論ですけど、一つのプロジェクトを極めてる人の方が全部のプロジェクトで70点80点、全部って言っても15個とかで70点80点の人よりも習熟度は高いんじゃないかなって勝手に思ってるんですよ。だから事業責任者やってたとかいう人って視野も視座も広いんじゃないかなとか勝手に思ってたりするんで、そういう意味でクライアントにも感謝ですけど、一つめちゃくちゃ顕著な事例を作ってるっていうのはすごいことですよね。というわけで続きまして6位、ナナモさんです。ナナモさんがウェブ制作のところから SE の実行支援運用のところまでまるっと見れるっていうパートナーになるんですけども、ナナモさんも仕事結構してると思うんですけど、はい、どうですか。もともと大企業で長く経験されてフリーランスっていう、うんうん、このパートナーの中でも比較的珍しい経歴の方だと思うんですけど、うんうん、日本生命、はい、仕事の進め方が超丁寧ですよね。はいはいはい、はい、あんまりフリーランスとかこの業界にいないような丁寧な仕事の進め方するんで、うん、まあ、確かにね、特にサイト制作とかがメインだと思うんですけど、うんうん、細かく見ていかないといけないポイントたくさんある中で、うんうんうん、そういう丁寧な仕事の進め方していただけるクライアントさんも安心して任せられるんじゃないかなと思います。うんうん、柴田さんとどっちが丁寧ですか。めちゃくちゃコメントしづらい質問ですねどっちも丁寧どっちもです発泡美人にしようかな続きまして5位、加藤さんです。加藤さんがエンジニアですね。ウェブ制作だったりとか開発できますし、あとエンジニアの方向けに育成サービスみたいなものも立ち上げていて、そっちも順調っていうところで6位上げて今回5位って感じですね。すごいですね。加藤は駆け出しのエンジニアの頃から付き合うんですけど、はい、急激にメキメキメキって力つけて、うんうんうん、年下ですけど、うん、仕事に対して緊張感あるようなプロフェッショナルの意識すごい持ってるんで、うんうんうん、年下なんですけどすごい尊敬してますね。うん、ピリッとするところをちゃんとピリッとできる若手をね。ですね。特に加藤とかも後輩力あるタイプじゃないですか。うんうんうん、そうですね。でそのタイプってなかなか仕事も言いづらかったりとか、うんうんうん、強く出れない場面って出てくると思うんですけど、うん、割り切ってズバッと言いに行って、うんうん、これはこうですって強く発言もできるところもあって、すごいバランス感覚もいいなっていう、うん、それこそね、僕らにご依頼いただける方とか、あるいは僕ら仲もそうですけど、向上心が高い人って逆に反対意見を言われた方が嬉しいじゃないですか。うん、それをちゃんと開発者っていう、僕らがあんまり深くは分かんない領域のことに関して自分の意見を持って、その目的のためにはこうした方がいいですっていう別のプラン B みたいに出してくれるっていうのはめちゃくちゃ安心感ありますよね。うん、しかもコミュ力も高いっていうところで、ちゃんと噛み砕いた表現もできるっていうのは唯一無二の強みなんじゃないかなとか思ったりしますと。じゃあ第4位、マキトルくんです。はい、マキトルくんはマキトルくんの責任者です。もう名前すら呼んでもらえないマキトルくんになってます。じゃあマキトルくんについては何かありますか。直近やっぱ巻き取ってますよね最近新しくプロジェクト始まりましたっていう報告ばっかり流れてくるんで、社内で開始したプロジェクトの一覧っていうのを週に1回社内全体チャットで流すんですけど、巻き取るか巻き取るかチャットのコンテンツまで巻き取っちゃってるっていう。事業責任者として巻き取る君にコミットしてるっていうのが僕らにもすごい熱
量が伝わってくる。全然普段会ってないですけど、うんうんうん、それが伝わってくるんで、それが事業の成果にしっかり反映されてるなっていうのは感じてます、うん、覚悟とか人の部分、誰がやるのかみたいなのが重要なのをすごい感じさせてくれますよね、うん、続きまして第3位、船崎さんです、はい、船崎さんは SEO のプロです。ということでどうですか、船崎さんは。でも本当オタクというか細かいですよね、うんうんうん、僕船崎さんの X もたまに見てるんですけど、なかなか専門的な内容をずっと何年もトラッキングしていってっていう、溜まってる知見とかが業界だからでも本当トップクラスなんだろうなっていうのは、うんうんうん、X で他の有識者っぽい SEO の方々と絡んでるのとかを見て、うん、全然ついていけない雲の上の会話をしてるのを見てこれはすごい安心して任せられるなっていうのを僕も見てます。なんか悪口でもないんですか、ここが気になるみたいな。船崎さんの悪口出てこないですね。もう3位ですからね。そんな12位がね、悪口言えるほどのあれじゃないですから、ね、うちの社内ではランキングが全てなんだ序列がありますから、ね、12位がピーピー言ってもね、もっと頑張って働けっていうだけですからね、はい、そんな感じで。じゃあ続きまして第2位、小原さんです。お、小原さん営業代行のところのプロというところで、はい、プラスチームメンバーで SEO の実行支援っていうところもやっているというところで、どうですか、小原とは僕と同じく付き合い長いですけど、すごい数字ですね。数字からバイタリティを感じますよ小原が最初にフリーランス始めた時ぐらいから付き合いありますけど、うん、やっぱりもう馬力が違いますよね、積んでるエンジンが。向上心も含めですけど、うんうん、僕も一緒に働いててすごい信頼してるんで、馬力だけあるやつだと見つかりはするじゃないですか、はい、いつも言ってるんですけど、マネマネジメント力みたいなところが本当に、これ言っちゃ失礼かもしれないですけど、年のくせに高いなと思っていて、それどう思います？僕も同じことは思ってますね、はい、うん、あのタイプって自分はすごいけど人ついてこない、うん、ちょっと嫌われちゃう超トッププレイヤーみたいなパターンは結構いたりするじゃないですか、うんうんうん、でも自分も突き抜けてプレイヤーできるけど、年上も年下もついてくるっていう稀有な存在なのかなと思ってて、うんうん、そこの人間力みたいなところがしっかり磨いていかれてる印象ですよね、うん、そうですね、はい、僕が直近驚いたのは、小原って若いじゃないですか、はい、なのでチームメンバー、お払いで若いメンバーだけなのかなって思ったら、結構上の人たちもいるんで、うん、確かにそこすごいなって思ってますね、うんうん、じゃあお原さんに負けないようにそうですね、お原さんの営業対決とかしてもいいでしょうし、どうすか、自分のフィールドで戦っていこうかなと思います営業代行に巻き込まれないようにじゃあラスト1位、青笹さんです。はい、はい、青笹さん YouTube 運営代行得意っていうところと、あと動画編集者の育成サービスやっていて、どちらかというと後者の方がずっと安定的に伸びてきてるっていう感じですね、はい、すごい数ですね。どうですか、本物ですね。僕はもともと SNS 上しか見てなかったんで、うん、ほんまに稼いでんのかな、うん、ほんまに仕事できんのかなって、ちょっと色眼鏡で見てました、うん、なんですか、最近一緒にコミュニティの中で仕事してる様子見てて、本当に仕事できたんやっていうのは思ってます、うんうん、僕も若干そういう節はありました、最初外から見てて、はい、だいぶ前ですけどね、はい、だいぶ前ですね、 2,3 年とか前ですよね。そうです、僕一緒に仕事したこともあるんですけど、やっぱちゃんとしてますね。ズームして1日経ったチャットワークで、そのやり取りとかでもう分かるぐらい戦闘力高かったって感じですかね。彼すごいの、 B2B のクライアントワークもできるにもかかわらず、うんうんうん、2C のマーケット超強いじゃないですか、うんうん、なかなかいないタイプだなと思いますね、うん、なんで正直な話で言うと、 2C のところで青笹さんが成功した事例みたいなの話してもらうような場所も実はあったりとかして、うん、うちの中でね、それのエッセンスを抽出して 2B のマーケの方にもなんか使えへんかなっていうのでやって、実際パフォーマンス上がったりとかした事例もあったりとかして、うもう本当助かってますみたいな、なんかもう大クライアントみたいな感覚っすね。いやすごいですね、はい、とはいえ結構追い上げムードでもあるんで、2月分のランキングではきついかもしれないですけど、今期中に何かしら起こるとは思ってますっていうのが、ランキング1位2位とかに関する僕の予言って感じですね、うん、なんで楽しみにしといてくださいって言って、めっちゃ一言みたいになってるんですけど浜口さんが今期中に、じゃあ6位にしときましょう。6位入られへんかったら何します？こんな振られると思ってたんです僕今一瞬坊主って言いかけたんですけど絶対やめようと思ってじゃあなんか考えといて実施しましょうね。わかりました、はい、毎月やっていこうこれ違う人でそれを楽しむ動画みたいにしよう。宣言してできひんかったら罰ゲームっていう、なんか考えといて、ランキング動画までにこれに決まりましたって出せるようにしておきましょう。わかりました、テロップできついなこれというわけで、最後に累計のランキングもご紹介してドンと言ってくれというわけで、そんな結果になっておりますというところで、ゲストを呼んで喋るっていうのが通例化してきたので、はい、今回ねちょっと罰ゲームをやってもらうっていう全く聞いてないですからね逆に達成できたら、なんか僕とか会社からなんかやるとか、どうですか？ありがとうございます。じゃあそんな感じで、来月のランキングも誰が出るのかっていうのと、順位の変動について両方楽しんでいただけたらなと思いますというところで、またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。